じゃあどうかな。バリのバリの幼なじみのやつ、ブレインク、ドワイン、サイン、名前ちょっと忘れた。そうだな、まあ、サインの人殺しましょうか。バリかなり弱いですね。ちょっとレベルアップしようか。二つに一つ。行くのかどうか、彼らは二つに一つの返事を迫りました。二つ返事。彼女の正体に二つ返事で、正体にしました。バレは20。そうだな、バレのミティはなんだろう。やつ多分、まあ、そうせいらない。じゃあ、いかずちだ。人、変身ゴミ。この猫。多分、炎かな。霊気かな。多分、霊気いいかな。じゃあ、霊気しよう。やつに。カバオ。マトラック。マットマジック。マトラマジックか。全体と回復。これだ。大丈夫かな。じゃあ、ブレインのところ、どこかな。この先です。じゃあ右行けない。行けないね。行ける。くそ。ブレインのところ。しょうがない。このままで倒す。ダインか。ダイン、まさか、ダイン。何をやってる？まあ、倒せる。かなり弱い、このダイン。まあ、それより、ウェルズルだ。そう、調子に乗った前回、バリ。いつが同じ手術を受けて誰か聞いてくれか。おいが聞こえるか？うわ。聞こえる、偉いな。偉い、困るんだから。だから、自分たちでうるせえって。でもね、関係ない。なぜ理由は。そう、殺人に言う。言うまでだ。理由ない。おいやったら泣かさないやろ。俺で怪我教えろ。俺を巻いた。この町人間。おこの町のすべてを、その世界の、そう。その世界は燃えるな。メリンは生きてる。俺の村、俺だけそうね、あなたこう、あなたとここ。まだに一緒に会いに来る。ね、どうだめいか、わわってままだ、なんだと、エレレイターのマリンだな。だ、大胆の王様、マリンだって、売りかな。やめろ、ダイオン、レイヤー、これ、俺、バレ。よし、戦い。じゃあ、バレの出番。よし、この炎をどうかな。いや、何をやった？今は何だ？魔法。じゃあ、ブリザード。ああ、そうだ。装備で、ブリザード弱い。ダメ。ブリザードダメ。じゃあ、敵の技。いや、防御じゃない。どこ？これ。火炎放射。外した。火炎放射。どう？強い。強い。はい。まあ、普通の攻撃より強いです。なんで外している今回。じゃあ、このマイトラママジック。弱い。宝石のやつ悪くない。火炎宝石。火炎放射。火炎放射。
Ah,便利だな、この敵の技。ニードルガン。もう一丁かな。その後回復しよう。火炎放射。今回のブレイン、ドワイン、誰？名前忘れた。ケル。まずケル。その後リミットブレイクしよう。ケル。よし、400だけか。もう一度ケルかな。これは弱い。クラウドのメティリアで、もっと強い回復できる。ケレレル、ケレレルかな。しょうがない、もっとケルかな。そろそろ死ぬかな、やろう。もう一度、火炎放射。その後、回復。火炎放射。なんで2回？やばい。火炎放射。やばいね、バリ。死なないで。死なない。死んだ。よし、バリの勝ち。今回勝った。銀の腕輪か。たくさんお金持ち、ドワイン。ダイン。ダインか。死んだか、ダイン。来るな。来るな。俺はあの時、片腕と一緒に、かけがえのないものを失った。どこで食い違っちまったのかな。ダイン、わからねえよ。俺たち、こういうやり方でしたか。決着をつけられなかったのか。言ったはずだ。俺は壊してしまいたかったんだよ。俺もかも、この狂った世界も、俺自身も。マリンはどうなるんだ？考えてみろ、バレット。あの時マリンはいくつだった？今さら俺が出て行ったところで、あの子にはわかるはずもない。それには、にな、バレット。マリンを叩いてやるには、俺の手は少々汚れすぎちまったのさ。バレ。そのペンダントマリンにエレノアの女房の形見。わかった。そうか、マリンがもう四つか。バレ、マリンを泣かせるなよ。ダイン、ダイン、ダイン、ダイン。ダイン、お前と同じなんだ。俺だって、俺の手だって汚れちまってる。うわお。よし、ダイン殺した。どこだ？こっち、このやつ。なんか用か。上、生きて。だからよ、ボスの許可を取って、チョコボレースに。ダイのわけがあって、話ができなくなった。その代わり、それをもらってきたぜ。げ、上、生きて。
わかったよ。ダイノやったのか。いや、そうなんだろうな。そんなもの持っているんだからな。そっか、ダインが死んだか。これでここも少しは落ち着いた土地になるぜ。何しろダインは誰かで構わず。てめえに何が分かるってんだ。わわわかった。いや、何にも分かっていないんです。すいません。それじゃ、ここから出してもらおうか。あんたたち、なんか勘違いしてないか。前に少し言ったと思うが、ここから出る手段はただ一つ。ゴールドササで行われている直後レースで優勝するしかねえ。それに一度に上に行けるレーサーはたった一人だ。なんだと？な、いくら落としてもダメだ。このルールだけは変えるわけにはいけねえ。ここの規律がめちゃくちゃになっちまう。これは譲れねえ。一人は上に送ってやる。あとはそいつがディオと取引するなりなんなりしな。ちっ、しょうがねえ。クラウド、お前行ってこい。俺たちは下で待ってるからよ。さっさとチョコボレースとかいうのに勝ってこっちもなんとかしろ。ほんな、クラウドさん、頑張ってな。はあ、話はまとまったか。じゃあ、あとはマネージャーか。チョコボレースの登録や調達をする役目なんだかが。はい、話聞かせてもらっちゃった。S とか、S か。私がマネージャー、やるわ。まあ文句はねえか。こいつはエスト。見た目は変だろ。でもチョコボレイズのマネジメントで右に出るやつはいねえ。失礼な言い方ね。まあいいわ。よろしくクラウドさん。よし、クラウドさんとやら、柱のエレベーターから上に送ってやる。詳しいことは、エストから聞きな。そう、そんなことがあったの。わかったわ、ディオ園長には私から話をしておくわ。あなたは、とりあえず、レースに集中して、そうそう、先の話の続きだけど、チョコボレースにはいろんな人がいるの。犯罪者だけのレースってわけじゃないのよ。名声のために戦い続けている人、お金のために戦う人、レースに飲み行き場所を感じている人、あなたみたいな人を含めてね。ああ、そうだ。チョコボの形状、コーマかな。形状方法教えておくわね。ああ、まあ、最初、興味ない。まあ、それだけか。ああ、まず、セレクトボタンで、オートとマニュアルを切り替えるの。簡単に言うと、自分で命令するか、チョコボの好きに走らせるかな、かね。でも、自分の思う通りには、なかなか走らせられないわよ。チョコボとの仲が良くないということを聞いてくれないから、
こればっかりは今回はしょうがないわね。けど私の用意するチョコボはおとなしい子が多いから結構うまくやれると思うわ。それから自分で命令してる時に四角ボタンでスピードアップ、バツボタンでスピードダウン。正しいチョコボが本来持っている能力以上のスピードを出すとどんどんスタミナが減っていくの。それと歩行器の左右でチョコボを左右か丸ボタンでムチを入れて一気にスピードを上げられるわ。もちろんスタミナの消費は激しくなるけどね。あと気性の悪いチョコボは自分のペースがわからなくてすぐスタミナを使い切っちゃうの。そういうチョコボはすぐにマニュアル、自分で動かす操作にしてスピードを落としてやるといいわ。最後にね、せっかちな人におすすめなんだけど、1、2着のチョコボがゴールした後にスタートボタンを押すと途中でレースを見るのをやめることができるわ。動ける。いや、死に理解。こんにちは、ジョー。やあ、エスト。今日も美しいね。ふふ、ありがとう。紹介するわ、クラウド。彼はジョー。原薬チョコボレースのトップを行く人よ。以後、見知りおきをクラウド君。しかし、エストが直についているということは、そう、期待の新人ってところかしら。なんてたって下に来てたった一日でここにいるんだから。何？なるほどな。一体下で何をした？いや、ここで過去を聞くのはタブーだったな。面白いよ。君とはまた会えそうな気がする。ではまた会おう、クラウド君。じゃあ私は直棒の手配をしてくるわ。しばらくここで待っててね。動ける。すぐ戻ってくるわ。そうですか。すぐ戻ってくるわ。これは何？見てよ。あ、ラム。あ、見てよ。ラム見てよ。間もなくレースがスタートします。次のレースに出場のチョコボレースはパッと窓を起こして繰り返します。ええ。話しましょう。お前、幽霊。話せないこの幽霊たち。ん？私も行くか。いや、こっち待っててと言った。え、クラウド。あ、よし、行ける。はい。はい、お待たせ。クラウドも次のレースに登録しておいたわ。まあ、私が用意したチョコボなんだから簡単には負けないわよ。そうそう、もう一度乗り方を聞いておく。いや、いい。それじゃあ頑張ってきてね。そうだな。スレッボートに簡単に走るチョコボけども私結構、これは同じか。はい、アップアップダウンアップダウン、はい、アップダウンアップダウン、同じかな。
丸いいんだよね。ああ、分かっているだろう。それマニオかな。マニオかな。よし、勝ちましょうか。X か、丸か、セレクトか、これか、よくわからん。X か、丸か、よくわからん。これは X。あ、動ける。X か、X、丸はアップ。これ、よくわからん。マニオか、マニオの方がいいだろう。よくわからん。マニオダメ。ジード。これかな。なんで動いてる？さっさと。マニオ、ジード。負けてる。無理。あ、よし、マル。負けた。もう終わり。スタミナなし。スタミナもない。このチョコボーダメだ。ああ、負けた。無理ですね。もうダメ。もう一度かな。あ、でも、そうだな。もう一度説明の方がいいかな。まあ、最初にゆっくりしようか。この感じ。これは何？猫。よし、よし。ダイヤモンド何？X。ちょっと走れ。いや、スタミナの問題か。この X のことと、四角と X よくわからん。この感じ。この感じかな。まあ、まだ勝てるかな。勝てる。そうだな、この感じ。足のことか。四角バツ、四角バツ、四角バツ。マニオ自動、マニオの方がいいかな。これはフィニッシュか。まあ一回失敗、どんな話。残念だとね、もう少し期待したんだけどな。じゃあもう少しいいチョコボを透かしてるわ。しばらく待ってね。ああ、どうでもいい。じゃあこの人たちと話せる。あんまりいい気になるんじゃねえ。ウルブレース関係ね。次はレーススタートし、次のレースちょっと繰り返え。この人と話せない。まあ失敗かどうかどうでもいい。今回勝ちます。幽霊。幽霊。クラウド。はい、行きましょう。大丈夫かな。あ、そうだな、かな。セレクトマニュアル。自分命令。丸バトンスピードアップ。X スピードダウン。そっか、スピードのことアップダウン。そっか。じゃあ、四角スピードアップ。そうか、スタミナのことですね。じゃあ、スピードアップ。スピードアップ。または、アップ。これ、ダウン。もう少しダウン。もう少しアップ。もうダウン。
このくらい、このくらいだろ。よし、勝ってる。勝ってる。俺は2番目。今回余裕。ちょっとスピードアップ。よし、スピードダウン。いいぞ、勝った。俺の勝ちだ。余裕、今回。これは見えない。どうか、こっち。意外に簡単。スタミナ大丈夫かな？大丈夫かな、このスタミナ。遅くなった。もう少し。まあ、勝った。よし、簡単だった。まあ、最後にスタミナはちょっと危なかっただけど、大丈夫だった。おめでとう、これで晴れて自由の身よ。ああ、そうだ、これ、園長から手紙、勝った、渡すようにって。少年なら、自らの力で勝利を手に入れ、この手紙を読んでくれていると信じている。大変なことは S 君から聞いた。少年が勝つことができたなら、私の権限で君の仲間の自由も約束しよう。それと、お詫びとと言ってはなんだが、プレゼントを用意した。旅の役に立てくれたまえ。これでも多忙な身の上。手紙という形で失礼した。では、ディオちゃんより。プレゼント。携帯持っているこのクラウド。クラウド、ね、すごいのよ。今ね、園長のスカイとかいう人が来て、バギー置いていったの。これがあれば砂漠も川も楽々よ。じゃあクラウド、外で待ってるね。手紙に続きがある。 PS、 この、あ、そうだ、推進、この間私はセフィロスに会ったぞ。少年たちの年代では彼のファンもいるだろう。サインでももらったらどうだ。彼はここから南の川を越えてゴンガガエリアに向かったようだぞ。セフィロス、じゃあお別れね。そうだ、いつか自分のレース直棒を持ってるようになったらもう一度ここに来るといいわ。また私が登録とかいろんなことしてあげる。また会いましょうね。よし、勝ちましたね。仲間のことか。このエリスかな。悲しい、また悲しい。猫かな。三人パーティーを。ああ、この三人いいだろ。とりあえず。でもバルかなり、どこだ。バギーの移動、決定ボタン乗る、キャンセルボタン降りる。バギーは川の浅い部分や砂漠を移動することができます。コスタデルソルやソルやジュノンにはバギーに乗ったまま入ることができ、高線で運ぶことができます。バギーいらないだろ。どこだ、ここ。バギー取った。これはあの、どこだ、この、これは、ああ、この
韓国のところか。ああ、そう。韓国のところ。まあ、いらないこの場所だな。いいえ、どうかな。迷子か。 無限、ああ、くそ。ダメだこれ。なんで無限これ。なんで無限になった。入らなくてよかった。トレマ聞いた。ケルエル。死なないでバレ。大丈夫。ケルエル。 このミュールは殺しましょう。普通の攻撃でいい。かなり弱いこのトレマ。よし、殺せ、このトレマ。太い。太いこと。あの人は太いことを平気でします。太いやつ。あれは借りた金を返さない。 ない太いやつです。 このミミズかなり強い。まあ体力高いです。まあ弱い。意外に弱い。どうやって出られるかな、この砂漠から。 出られるかな。無限ループ。<笑>ああ、助かった。誰か助かりました。誰？乗るかい？乗りたくない。そういう。はい、乗る。ああ、そっか。 この砂漠入るなら無限ループ、そしてこの助かる人が来る。バギーか。よし、バギー。バギーの出番。どこ行く？それは砂漠上ですね。このバギー、水で行ける。 わからん。鬼。バレー、そろそろ死ぬ。30分かかった。ちょっと休みます。このバギー、水に乗れるかな。どう？ダメ。 また坊主助かれない。どこか。二つのところ。こっち行けるだろう。こっちはあの場所に戻っている。ファンフェア。サーカスみたいなところ。最初に蹴る。そして戦い。強いやつ。 多分大丈夫。もう一度ケールかな。ヘビーショット。もっと強いケールの方がいいかな。弱いケール、ちょっと。 弱い。まあ、バレだけかなり弱い。バレも食える。大丈夫かな。太いやつ。あれは借りた金を返さない太いやつです。懐が温かい。今日は 懐が温かいから晩ご飯をごちそうしてあげましょう。
まあ次回どこへ行くかどうか決まるかな。あの道は何だろう。取った道は何だろう。これラムラム、これ強いかラム。一つラムかな。バリかなり弱いからこのカバーをあげる。猫かな強い、体力防御高いやつみたい。まあそれでいい。ちょっと休みます。バギー出た、入れ、入れ、よし。